太田タ美は、日本の女性ファッションモデル、グラビアモデル、ベースクイーンである。神奈川県横浜市出身、合図所属。愛称は、アサミン。高校時代、ヘアショーに参加したのを機にモデルを目指すようになる。その後アパレルのプレスを務める傍ら雑誌、エッジスタイル、ブレンダに、読者モデルとして参加する。2015年、YMN に所属し、 同年のスーパー GT ゼントスウィーティスメンバーに就任し、レースクイーンデビュー。YMN に所属していた彼女の選出により、それまで9年連続で選ばれていた、プラチナムプロダクション所属者が落選する結果となった。同年12月、ミスユニバースジャパン2016東京大会に出場したが、代表選出はならなかった。その後所属事務所を現在の合図に移籍。 総合格闘技、理人のラウンドガールを務める傍ら、2017年のスーパー GT では、レオンレーシングレディーとして活動。同年6月のレッドブルエアレースワールドシリーズ、千葉大会ではエアレースクイーンとして、フランソ・アルボットのチームガールを務めた。2018年1月27日から1月28日に行われた沖縄カスタムカー,ー2018で、 公式イメージガールを担当。前年の12月27日に自身のツイッターでいち早く告知していたが、同年1月13日に行われた日本レースクイーン大賞2017表彰式において、幾クタチームと共に務めることが発表された。またこの年には、ゴルフ雑誌ゴルフトゥデイのイメージガールユニットにあたる GT バーディーズへの参加もあった。 日本レースクイーン大賞2018で週刊プレイボーイ賞を受賞2019年1月12日東京オートサロン2019で開催されたグッドライド日本レースクイーン大賞2018で週刊プレイボーイ賞を受賞同年4月15日発売の週刊プレイボーイでグラビアを飾った同年2月18日ーステーションフレッシュエンジェルズの2019年度メンバーに 就任。合図所属者としては、初となる、スーパー耐久の公式イメージガールを務めた。7月には、アーミーガールとして、鈴鹿8体のレースクイーンを務め、12月20日には、自身初のイメージ DVD、モリニングキスをリリースした。2020年は、TGR チームサード、コベルコガールズとして、2017年と2018年のフレーンメンバーだった。 中村被災とコンビを組み、日本レースクイーン大賞2020では、南香織がデザインしたコベルコガールズとサード、イメージガールのコスチュームがコスチュームグランプリを受賞した。2021年のスーパー GT でも、中村と共にコベルコガールズを継続するほか、スーパー耐久に参戦するホンダカーズ東海のレースクイーンユニットにあたるメガリフガールズとしても活動する。 2017年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉エアレースクイーンちなみに2015年の日本レースクイーン大賞ではスイーティス同期の早瀬セが新人部門グランプリを受賞している。なお前年の沖縄カスタムカー賞では公式イメージガールは存在していなかった。共演、早瀬セア荒清瀬町共演、生田チム、小泉エレナ、辻エリカ、柴崎マナ。 かんべまい、立花のカレン同じ事務所のアイザーナナことも共演。AB 共演、丸山ボセイビ、ハセもえ、ハズキ共演、林桜、今井緑、長沼まゆ雑誌ツイート。ありがとうございます。